夜中のしシラミデート。軽トラでいいのかい？いいの全然。なんならあの後ろの2台でもいい。マジ2台の得？でもスシロンが運転してたらラミ一人に2台のってただの荷物じゃねえか。あー、よかったか、気持ちいい。スシロン2台乗ってんの？ちげえよ。なんでだよ、窓開けてるとかあるだろ。助手席に座ってちょっと窓開けてる設定だったんだよ今。わあ、何なんか引いた。何やべ、なんか引いたかも。いや、引いたにしては結構なあの悲鳴だったよ。どうする、見に。バックすんな、バックすんな。ちょっともうとどめ刺さなきゃ。普通の確認の仕方じゃないからそれ。お、いるイノシシだ、イノシシ。いや、イノシシやろ。方言が出るんですかね。あ、二度引きしないでください。バレた。あれ、え、何、どうしたん、動かなくなった。あれ、やばい、イノシシの呪いじゃない。あ、荷台に誰か乗ってた。荷台にね、ラミちゃん。いやいや、いるっつ、助手席だっつってんだな。ラミちゃん乗ってた。中入れろっつって。うん。